秀千代殿だったとは流行りすぎたようだ。徳川が家臣服部半蔵にござる。 ここはまだ敵地。我らは藤吉郎の追っ手を足止めしておるのよ。<笑>時は稼げた。まずはこの場を離れようぞ。ほうほう、我ら逃げ玉と同じ気配がするの。 人より生まれ、人に寄り添う我ら仁玉、そして怨念より生まれ、人を喰らう新玉。この二つの均衡なくしては世にある全ての誠意は成り立たぬ。長き戦乱で怨念が募り、 新玉ばかりが勢いを増しておる。このままでは均衡は崩れてしまう。天下太平がために戦う徳川に力を貸すがよい。案ずるな、わしがついてやろう。
俺の主は藤吉郎になったんでな。悪いが首をもらう。やつだとは聞いていたが、ここまでとはな。お前に勝てる気はしねえな。主のために忠義を尽くすのが侍。負けたからには腹を切って詫びるしかねえ。だろ？主のためにま死なずに生きろってのか。確かに信長様は生きて挽回せよって言ってたな。松屋坊主のため、ここはもっかい挽回にかけてみるか。藤吉郎についちまったから、俺は勝家殿に顔向けできねえ。だからこいつを持って行ってくれねえか。勝家殿は以前藤吉郎から霊石を送られていた。お市様を守るためなら命を捨てる覚悟だ。取り返しつかなくなる前に止めてくれ。勝家殿は以前藤吉郎からと
私が人を救うか、一を頼めるか。戦場に身を置くこと40年、筆頭家老に列する。その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと身命を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。もしや明智、今の自分は一介の僧天界でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。
結構なお味でした。機内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める？家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てください。家康殿が貨幣ながらも奮戦し、敵の主力を引きつけております。この隙に敵の総大将藤吉郎を討つのです。秀千代殿であれば必ずや果たせましょう。家康殿、
乱の日の元を背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。Yeah!
茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。
価値がわからんとは。所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何も嫌なの。
なんだ、様子が変だぞ。
Thank you.
なんとか上がってこれたけど、ちょっと足をやっちゃったみたい。あのバカがっぽ。私はずっと、あやかしは全て彼って教えられてきた。あいつやあなたと会って、それがいいことなのかわからなくなってきた。なんて、今はあまりしんみりしてる場合じゃないわね。早くここを抜け出さないと。私は少し休んでいくから、あなたは先に行ってて、すぐに追いつく。あとこれ持ってって、この間の俺。私は少し休んでいくから、すぐに。We'll be right back.
力があればお前はもういらん。